3月28日、1日の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて41円と38銭高、27,518 円25銭でした。まあ、小幅ではありますが、一応続伸ですね。トピックスが 4.83 ポイント高、1966.67 でした。指数は日経平均トピックスプラスでしたが、東証プライムの値上がり数全体の 37%、684銘柄にとどまっています。下落の方が多く、全体の 56%、1046銘柄は下落しました。マザーズ指数は 10.68 ポイント安、1.4% の下落でした。日経平均株価冷やしチャートです。日経平均株価はちょうどこの25日線、オレンジの線のところまで戻してきています。まあ、シリコンバレーバンク問題ですね。一旦は肩がついたと、シリコンバレーバンクを買い取る先が見つかったなどということで、昨日のアメリカ市場比較的安定した動きでした。これを受けて東京市場も買い物が先行しました。ただ 0.1% という上昇率にとどまっています。まあ、なかなか上値は追い切れないといった格好のようです。個別銘柄を見ますと、金融株がそれなりに落ち着きを取り戻したという状況になっています。8750第一生命は今日は59円高、2.5% の上昇でした。また同じ銀行株でも、三菱 UFJ フィナンシャルですね、まあ、こうした金融関連のところが今日はプラス圏で推移していまして、まあ、一旦はアメリカの金融情勢、銀行の不安というものが払拭されたという相場付きになっています。今日の東京市場、プライム市場では値下がり銘柄数の方が多くなっていますが、指数としては日経平均株価小幅続伸であります。ただ今晩ですね、日本時間でいうと今晩ですけども、アメリカの上院の銀行委員会で、アメリカの連邦預金保険機構ですとか FRB の高官が議会に呼ばれて公聴会があるということであります。まあ、ここで何か発言が出るということを警戒しているのか、日経平均トピックスとも上昇ではありましたが、上値を追うという展開には至りませんでした。以上、大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。